サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーアヒルの三つ子ちゃん仲良しお散歩セットを開封します。3月20日発売になりましたアヒルの三つ子ちゃん仲良しお散歩セット。もうね、お話ししたいことはたくさんあるんですけれども、まずは箱から見ていきましょう。箱はですね、何が可愛いかというと、このね、上の部分ね、このカーテンみたいになってますよ。このデザインとってもね、可愛いです。そしてこんな風に入っています。横はこんな感じになってますよ。後ろはですね、ここアヒルちゃんたちね、3人で上車に乗っています。そしてこちら側がセット内容が書かれています。反対側の横、こんな感じです。はい、一周しました。それでは開封します。こんな風に入ってました。並んでいただきました。三つ子ちゃんですので、3人とも同じ顔をしてるんでしょうか。違いはなさそうですね。3人とも同じお顔をしていますね。代表でですね、お一人に来ていただきました。こんにちは。青いボンネットを着ています。黄色い体をしたアヒルちゃんなんですけれども、お口、このくちばしがですね、ピンク色、うっすらとピンク色をしているんですよ。カメラだとちょっとね、白飛びしちゃうので見えにくいかもしれないんですけど、実物はですね、こうほんわりした感じのピンク色っていうくちばしをしていますね。この感じはですね、2000年頃のトイズドリームプロジェクトで販売されたアヒルの三つ子ちゃんと同じようなタイプかなと思います。一応代表して一周していただきましょう。くるりんと水玉のね、ボンネットになるんですね。くるりんとこんな感じです。ここリボンがですね、こうね、伸びます。ゴムになってます。ゴムです、ゴム。これがね、地味なんですけど、とっても嬉しい改良です。シルバニアのね、ちょっと力説しちゃうけど、シルバニアのお洋服って昔からよくね、こういうリボンになってるパターン多かったんですけれども、一旦ね、脱がしてこうピッと外してしまうと、もう一回着てもらうのが大変。もうほんとピンセットで挟んでこのリボン縛りをしなくちゃいけなかったんですけれども、ここがゴムになってるっていうことで、もう脱がせてまた着せることが簡単にできるっていうことですね。こんな感じで取れます。かわいいね、君ね。裸になっていただくとこんな感じになるんですね。かわいいですよ。この尻尾のね、ピッと、尻尾っていう、おっぽかな、アヒルはおっぽがね、ピッと上がってるところなんかすごく可愛いんじゃないかなと思います。真正面から見るとこのね、くちばしのふにゅっとしてる感じがもうとーっても可愛いですね。ね、これじゃあこうやって着てもらおうかな。キュッと、ほら、簡単。いやー、素敵。この改良はですね、いいですよ。いいと思います。他のね、三つ子ちゃんとこうやって比べますとですね、よくわかるんですけど、このボンネットの違いわかりますか？この青い子とピンクに白い水玉の子は、まあ、比較的同じようなサイズ感のボンネットかなと思うんですけど、黄色に白い水玉のボンネットを着てる子はすごくね、ボンネット大きいね。この感じわかるかな。これね、すごく大きいの、ほら。まあでもこれはこれでとても可愛いです。そしてこちら、この形はですね、ベビーカーではなく乳母車になるんですね。はい、
黄色の馬車になるんですけれど、このあたりねリボンのイラストとかが入ってるんですけど、ちょっとすごく淡い色なのでカメラにはねなかなか映りにくいかなと思うんですよ、ごめんなさい。形自体はですね、これは現在も販売されている馬車セットの色違いになるのではないかなと思います。であとまあちょっとデザインはね、この辺のイラストのデザインなんかは違うかなと思いますけれども、こんな感じでね動きます。そしてこのホロっていうんですかね、ホロがですねすごくふんだんにねレースを使っていまして、とってもねゴージャスな仕上がりになっています。で中にはですねクッションが入っていますよ。きちんとこのくぼみができている形になっているので、赤ちゃんたちもねとっても収まりがいいんじゃないかなと思います。3人乗るの結構大変ね。乗れるのかしら。結構ね、キュウキュウね。ここでもこのキュウキュウな感じがいいね。このみっちり感。それでね、こう動くんですね。こんな感じで。さてさて、アヒルさんといえば昨年のシルバニアファミリー総選挙で1位になって再販売となったわけですが、最初のアヒルちゃんはこちらです。1988年アーバンライフシリーズのアヒルファミリーとしてお父さん、お母さん、そして三つ子ちゃんで販売されました。箱はですねこんな感じの箱になりますね。水色に近いような、なんか不思議な色をしています。箱からですね出ていただくとこんな感じになりまして、急に四つ子になりましたね。で先ほどねお話ししたんですけど、このリボン、ここのねリボンをほどいちゃうとこのスタイがねなくなっちゃうので、こういうね裸のアヒルちゃんたちが誕生するわけですよね。みんななくしちゃうんですよ。比較をしてみましょうということで、こちらがですね今回発売になった新しい子です。この子がですねアーバンの子になります。どうですかね、サイズ感はほぼほぼ同じですかね。でもちょっとフロッキーがね新しい分この子の方がやっぱりふわふわしてるので少し大きめには見えるんですけども、同じ大きさなのかな。まあ、大きな違いはですねやはりくちばしですね。この子はピンク色をしていて、こっちの子はですね体と同じ黄色をしているんですね。30年以上の年月を経て、復刻再販になったわけですけれども、全く同じではないですけれども、いい感じにリニューアルされて、なおかつアーバンライフ時代の名残といいますか、ね、スタイがボンネットになって、とっても可愛い仕上がりになって、私個人としてはですねとっても嬉しいです。可愛いぞ。アヒルの三つ子ちゃんはですね、これはですねイギリス版なんですけれども、まだですねトミーが販売していた頃の子たちになるんですね。で、このエポック社のテープを剥がすとここにトミーって書いてあるんですけれども、でこの子たちはですね体の色が茶色なんですね。この子たちと違う服を着ているバージョンのアヒルファミリーもいまして、でその子はですね実は実家にいまして、写真でしかお見せできなくてごめんなさいなんですけれども、この子たちは日本版に近いこの子たちみたいな黄色なんですけれども、海外版の中でもこのお洋服を着ている子たちは体が茶色のアヒルさんになるんですね。このようにですね全体的なサイズ感なんかは同じで色が違うんですよね。茶色の子たちのくちばしは黄色になってますね。で今回新しく発売になった子たちはこんな感じでピンク色のくちばしをしています。最初のですねアーバン時代のアヒルちゃんはこんな感じで全身同じ色、くちばしと体が同じ色をしているということですね。ちょっとずつ違いはあるんですけれども、まあ、形と大きさは同じぐらいになるんじゃないかなと思います。こういう違いを知っていくと沼ですよ、沼。シルバニア村でいうところのキラキラ湖の底の底、一直線って感じですね。
はい、ということで今回はシルバニアファミリーアヒルの三つ子ちゃん仲良しお散歩セットを開封しました。いかがでしたでしょうか。昨年総選挙で1位になり再販売になった子たちですが、7月にはファミリーでも販売されます。せっかくなので一緒にご紹介しておきますが、こちらがですね、海外版のお父さんとお母さんになりますね、うん、そしてこちらがね、三つ子の赤ちゃんです。こちら側が日本版のお父さんとお母さん、そしてアヒルの赤ちゃんたちになります。で、三つ子ちゃんはですね、こう茶色とこう黄色で色が違うというお話をしました。お父さんお母さんはですね、イギリス版でもこの洋服、こっちのお洋服をね、この着ているお父さんお母さんは少しですね、黄色っぽいですね。日本版のですね、このアバンのお母さんの方は真っ白なんですね、真っ白で、こちら側の海外版のお母さんは黄色色をしてるんですね。なので色を見ると見分けがつくんじゃないかなと思います。結構ね、シルバニアファミリーはもう海外版と日本版ともうごちゃごちゃになっちゃってるので、なかなかね、違いを見分けるっていうのは難しいかなと思います。で、私もですね、知らないところでね、いっぱいいっぱい販売されてるかと思うので、一応私も持っているもので見分けるというと、こういう感じになりますよっていうお話になります。今年の夏にですね、復刻再販売になるアヒルファミリーなんですけれども、今回の赤ちゃんがですね、黄色い赤ちゃんになりましたので、お父さんお母さんはどうなるんですかね、白くなるんですかね。アーバンシリーズの時のような白色のですね、お父さんお母さんになるのかなって予想しているんですけれども、お洋服ですよね。あとはお洋服がどんな風に仕上がってくるかっていうのはすごく楽しみですね。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。実は動画投稿開始から1年が経ちまして、そろそろチャンネル登録者数500人に届きそうです。ありがとうございます。今年はですね、なんとか1000人目指したいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします。1000人に行けたらですね、未開封のあの大物を開封したいなぁと思っています。あの大物です、あの大物ね。なのでぜひチャンネル登録をポチッとしてくださいね。それではサニちゃんでした。バイバーイ。